くら離れても関係ないというのだ。そこで我々は最後の実験を行うことに。幽霊市にレインボーブリッジの遊歩道から肉眼では確認することのできないおよそ2キロ離れた場所にいるフルセまで気を送ってもらう。測定検証は引き続き町教授にお願いした。それでは最後に遠隔機構の実験をしてみます。実はこのずっとずっと離れた後ろの方の端に幽霊さんがいらっしゃいます。そこからここに立っている私に向かって気を送っていただきます。そして私がその気によってこのマットの上に倒れるかどうかという実験です。実験は静かにスタートした。フルセを探すように気を送り出す幽霊氏。フルセはじっと幽霊氏の気が送られてくるのを待つと、10分後町教授はグラフのある変化に気づいた。非常に温度上がりました。なんとフルセの体温が急激に上がりだしたのである。すごい暑い。幽霊氏は気候によりフルセの位置をつかみさらに気を送っていく。するとフルセの体がグラグラと揺れ出した。血流が増えてきているんですね。そしてフルセのこの状態がまるで分かっているかのように幽霊氏はこんな言葉を口にしたのだ。1分間以内で倒すようにします。なんと1分以内にフルセを倒す。ではここからノーカットでお見せしよう。ああ倒れた。先ほどの宣言からおよそ20秒でフルセは後ろに倒れてしまった。で本当にあのマッサージを受けていてふっと意識が遠のく瞬間って本当に気持ちいいですよね。そんな感覚がした途端あの力が抜けてドスンとお尻をついた感じです。でさらにこの実験の模様をモニタリングしてくれた町教授は遠隔機構についてこう語った。今でもほとんど目が見えないってことでしょ。何が伝わってるかって一番知りたいんですよ。何かがあるってことは分かってるんですけどね。残念ながら、まだ分かってません。未知なる力を持った幽霊氏がこの後スタジオに登場。実際にスタジオで気の力を体験していただきましょう。気候の達人幽霊さんです。シーハギでこんなに遠くから気を受けるのか分からなかったんですね。でも始まって本当に 2,3 分数分してからですね体がすごく熱くなってきて、で熱いのが肩に来たかと思ったらどんどん腰の方に落ちていって囲むのが印象的でしたけど、はい、あれは実際なんていうの快感ホルモンが出てるって感じなんですか。本当にその通りですね。作用するのかその人を持ってるのを潜在能力を開発できます。じゃあある種コミュニケーションもあるって、はい、そうです。幽霊氏がその脅威の気候パワーでスタジオゲストを倒す。目を軽く閉じて気を送ります。実験開始からおよそ5分後彼らに幽霊氏の気は届いているのだろうか。なんかね、あったかい空気玉みたいなのに押されてるような感じなの。なんだ空気玉なんか、なんだろう。お、来てるの、だいぶりっちゃんはもうあったかいの。あったかい、かなりあったかい。もうちょっと強い気を送ります。実験開始からおよそ8分清水美智子の体が大きく揺れ始めた。するとこの方にも変化が。急にお腹が空いてきました。急にお腹が空いてきた、はい、急にでしょそれは、はい、
実験開始からおよそ10分が経過した時。ああ、拍子抜けしたようにカクンといきましたよね。気持ちよかった。うん、気持ちよかった。なんか眠りから覚めた時の。ああ、そんな顔してるね、うん。そして江口も。あ、あ、気持ちよかった、全然相手にされてないから どうしようかと思った。残ったのは元格闘家高田信彦。果たして幽霊師の木で倒せるのか。実験開始から15分が経過すると、体が揺れ始めた高田信彦。この後衝撃の結末が。